カサロサダカサロサダカサロサダの位置カサロサダはアルゼンチン大統領官邸。スペイン語でピンク色の館という意味である。ブエノスアイレス中心部の5月広場に面した3階建て一部4階の建物で1873年に着工し、1878年に竣工なったカルロス・キールベルグ設計のコレオス宮殿を改築増築させたのがカサロサダで、 1894年に竣工。イタリア人建築家のフランチェスコ・タムブリーに設計である。その後、アルゼンチン大統領の官邸として使用されることとなる。1938年には大規模改築工事が行われている。1957年5月27日。 別島のカサロサダ歴史博物館が竣工する。1996年、当時のカルロスメネム大統領の許可の下、カサロサダでアメリカ映画エビータのロケが行われ、主役でエヴァペロン役のマドンナが同官邸のバルコニーからアルゼンチンよ、泣かないで歌うシーンが撮影された。色がピンクなのはエデラーレスとウニタリオスで国内が内戦状態だったのを、 大統領ドミンゴ、ファウスティーノ・サルミエントが1873年に統合、官邸を両党の色を混ぜたピンクにしたマージョ広場からのパノラマ、ありがとうございます。